リンゴのタルトタルトは菓子の一種。焼き菓子に相当するラテン語、トータに由来する。タルトという語自体はフランス語である。パイ生地で作った器の上にクリーム、果物等を盛り付けた菓子がそう呼ばれているが、正確にはタルト生地というものが存在し、これを使ったものを指す。古代ローマ時代のトールタトータというお菓子に由来しており、さらにそのルーツは古代。 ギリシアやエジプトにあると言われている。ジャムやクリームはそのままでは、ゲル状で食べにくいため、食べられる器に入れて出そうとしたのが始まりである。ヨーロッパでは、上にパイ生地がかぶせられ中のリンゴが煮込まれて、ジャムに近いような形状になっている。いわゆるアップルパイのことも、リンゴのタルトという名称で呼ばれている場合が多い。ショートケーキやモンブランに使われるスポンジケーキを配し、 代わりに、この生地を使用したものも参見される。一般的には、タルトというとこれらのことを指すが、愛媛県出身者の多くは、タルトといえば郷土菓子の、タルトを思い浮かべる。しかし、これは薄く焼いたカステラ生地に餡を挟み巻いて作る、ロールケーキ状の和菓子で、洋菓子のタルトとは別のものである。なお、この郷土菓子のタルトも、語源としては、洋菓子のタルトと同じとされている。 詳細は、タルトを参照ボールにバターを入れクリーム状になるまで、よく混ぜる。ふるった砂糖を2から3回に分けて加え、空気を入れるようにしてすり混ぜる。溶きほぐした卵黄を少しずつ加えながら混ぜ合わせ、バニラを加える。さらに薄力粉を加え、一塊になるまで練らないようにして混ぜる。全体が均一に混ざれば、軽く、打ち粉を下台に乗せ、綿棒を軽く転がすようにして、 生地を伸ばす。2から3ミリの厚さに、生地が伸びたら、綿棒に巻きつけて、タルト型の上に乗せる。綿棒を回しながら、生地を型の上にかぶせ、指で押さえて、生地を型になじませる。綿棒を型の上で転がし、余分な生地を切り取る。生地の底に、フォークで穴を、たくさん開け、生地が膨らむのを防ぐ。生地の上にアルミ箔を敷き。 おもしをして、摂氏180度のオーブンで15分焼き、おもしを取って、さらに10分焼く。主な日本のタルト店。ありがとうございます。